ダニエルの断食16日目です。ヨハネによる福音書6章27節。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。すなわち神様は私たちをしもべとして認めてくださいました。悪魔は私たちに神様の印があることを見ることができます。悪魔は決して神の子に触れることはできません。しかし、これも理解しなければなりません。悪魔は時を用いてクリスチャンを弱くさせます。他の聖書にはローマの信徒への手紙8章26節。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。とこのように書かれています。なので私たちはいつも自分の精神的な面を吟味して歩み続けなければならないんです。バランスが必要なことよくわかってください。神様との交わり、どのようでしょうか？毎日自分を確かめて歩んでください。聖霊様を今まだ受けていない方、受けた方、両方皆さんは神様に近づくために、もっともっと神様に近づくために自分を確かめてください。神様が皆さん一人一人を祝福するように。